16対9の四角の中に生きる妖精です。これが中西のパントリーですね。パントリー、はい、アマゾンパントリーってあるじゃないですか。この箱代というか手数料というか290円払えば、この箱に入る分ならその一律290円で物が届く。パントリー、普通ならケース買いしないといけないようなものもバラで買えるっていうのが一番のあれじゃないですかね。ね、あ、今回僕ね、これ3回目なんですけど、パントリーね。前回、前々回は、大体40%前後、そのね、箱の中の商品の占有率っていうのが、でも今回ね、100%目指して、前回、前々回は紙がもうむちゃくちゃ入っててね、そのね、隙間が多いから、紙がむちゃくちゃ入ってたんですけど、今回もう紙は入ってないだろうと、100%ですからね、入ってないかなと思ってたので。ここは入ってるんですね。結構隙間あるよ。100%なのに。あれ？結構隙間ありますよ。定規でね、これね。20センチぐらいは、一番低いところからね、隙間のね。隙間あるよ。まあまあ。とにかく買ったものをね、お菓子多いんですよね。お菓子はね、占有率高いんです。いや、これ8%だからね。CGE か5%ぐらいあったかな。そうですね。ウエハース。骨って書いてあるんですね。バニラウエハースね。7%ぐらいあったんじゃないですか。ハートチップルって、スーパーハートチップルっていうね。これは、ディスカさん。うまい棒の関係。あれは、ヤオキンさんですけど、そのね、親戚のね、会社の、ハートチップルっていうね。あ、で、これ。ヘビ麺っていうね、中華麺ですね。麺そのものがエビの甘みを持っています。これはミックスナッツで、ミックスナッツとチーズ&スパイシーのなんかクラッカーかなんかが入ってるんですね。これすごいよ。これ1枚からいける。バラでいける。たまり醤油せんべいね。これ占有率0.5か1%か、そんなんでしたけど、ね、まあ、2枚買いました。お味噌汁ね、インスタント。フリーズドライのナス、インスタントのナス美味しいんですよね。インスタントに入ってるナス。これは天野フーですね。まあカップ麺。カップ麺も割と占有率高いですね。3%か4%とかね。これ札幌味の時計台で入ってる。これ山田さんの三八。これよくわからない。山本製粉っていうところのね。愛知県豊川市。知らないところですけど。まああったんで、パントリーでね、バラで買えるんで買いました。知らないところだったんで、興味でね。あとはこれシャンプーですね。男性用のシャンプー4つ。あとは缶詰とか、あ、木の屋さん、これ前に食べたね、木の屋さんの石巻市の被災されたところですね。でも見事復活してるっていうね、木の屋さんの缶詰で。これは方向青森の正直って書いてありますね。青森の正直って書いたね、缶詰は美味しいですからね。これ2個買ったんだ。覚えてない。ほんで、あ、これ山森さん、三重県、ここ三重県伊勢ですね。三重県の桑名の醤油屋さんですが、タイのなんかこういうレトルトとかタイ料理のやってらっしゃるんです。なぜかトムカーガイっていうスープですね。で、これがカオマンガイの素っていうね、冷凍食品でカオマンガイ食べて、イオンさんのねワールドダイニングか、すごく美味しかったんで、カオマンガイ自分で作ってみようかなと思いまして、はい。これも山盛りさん。ほんで、これは激辛ですね。日本一辛い黄金一味仕込みのビーフカレー、辛口。あ、で、これ、ジャスミンライス。ね、これも山盛りさんの。はい。ジャスミンライスは3つ買いましたね。ジャスミンライス美味しいですよね。高級米ですよ。ね、ジャスミンの香り、ハーブの香りがする、お米。もともとその米自体にそういう香りがあるっていうね。あ、で、缶詰。北海道のサンマ水煮っていうね。これで終わりです。また紙出てきました。結局入ってるんですね。100%なのに。100%でも結局入ってくるんだね。パントリー便利ですからね。ね。カップ麺とかね、もうこういうのとかね、まあ普通はケース買いですもんね、このせんべいとかね。これはいい。
まあ、ただしパントリーってね書いてあるやつしか無理ですけどね、対象商品しか 100% だったのかな。隙間結構あったの、3分の2ぐらいしか占有してなかった商品が。3分の2は言い過ぎか、4分の3ぐらい、だから4分の1、いや3分の1、あもう数字でぐちゃぐちゃになって、どっちの方を言うか、あの隙間の方を言うか、こう占有してる商品の部分を言うか、もうごちゃごちゃになった。もう空白の方でいきます。はい、4分の1か3分の1、あ、こっちの方が分かりやすい、すいません、隙間がね、まあ、4分の1から3分の1の間ぐらい、うん、だから5分の2ぐらい、うん、ややこしくなりましたね、すいません。まあ、ちゅうことで、はい、パントリー便利だなっていう動画です。はい、全部で8000ちょいかな、うん、チートスチーズ味美味しいですからね。あと知ってるものはないな、食べたことあるものはないな、美味しそうって言うんで買いましたね。うん、あ、知ってるの、この、ね、ボリュームアップシャンプーね、もう始終、ね、翻訳にもなりますと、ハゲてきてはいないんですけど、髪のボリュームがね、もうね、元気があんまりなくなってくるんですね。うん、だからボリュームアップで、はい、頑張っております。はい、暑い。まあ、ちことで、まじゃまじゃじゃ、まあ、じゃ。これ何が一番楽しみかな。まあまあ、こう山盛りさんもね、ここら辺でしょうね。ジャスミンライスとね。うん、すいません。まあじゃあ。よいしょ。